東京デンジャラススポット、今日は東京薬用植物園に行ってきました。薬になる植物だけを集めた植物園では東京で一番広いとこなんですけども、冬でもう全然植物が植わってないんですね。そんな中で厳重さだけが目立ちます。実はケシやアサ、麻薬も薬用植物の一つなんでここにあるんですね。こんなにケシがある場所は歯科社会にもないと思います。もうこんなに危ないとは。こんにゃく、まあ、普通の植物もあります。でもケシとかいっぱい、うわすごい、もうこの見てるだけでそっと落ちそうですよ。ニンニクなんて、まあニンニク普通ですけどね。こういう研究してるところで中には展示もあります。薬の展示がありまして、標本なんかが飾ってあるんですけども、飾ってあるパネルがあのアカンケシの見分け方みたいな、そんな親しみにくい話題もないなって話して、そういう表彰状はそういうことでもらってるみたいですね。こっちはいい消しで写真が小さいなんですけど、あかん消しは写真でかいんですね。怖っ、カッコントカッコントまで怖く見えてくるという。最後にダメ絶対くんっていうキャラクターと握手をしてみましょう。ピーンって言って、あの麻薬ダメ絶対、僕ダメ絶対くんって言うんですけども、子供がこんなこと言われてもキョトーンですよね。以上、薬用植物園でした。